4月6日、沖縄県宮古島周辺を飛行中の陸上自衛隊のヘリコプターが突然レーダーから消えるという事件が起きて国民の間で大きな話題になっておりますザ・ファクトでは前編では一体何が起きたのかこの真相を追求したんですけれども今回は後編として元航空自衛隊自衛官の川田さんに何が起きたのかさらに詳しく話を聞いてみたいと思いますまたよろしくお願いしますよろしくお願いします え何をしたんだと母さん考えられますか、はい、そうですねあの,その前に、うん、もし攻撃だったらという余地は残しておかなきゃいけないと思いますので、はい、私がもしその場合に一番注意すべきは<お>情報漏えいだと思います。うん、つまり、ここの時間に、えー、陸上自衛隊の高艦がですね、うんえー、この空域を飛んでいたということが事前に分からなければ、うんうん、中国軍はそもそも攻撃しようなんて思わないはずです。とと、うん、いうことはもし本当に攻撃されていたとすれたすば 陸上自衛隊のフライトプランが漏れていたということにしておりますからこういう情報漏えいがあるということ自体が大問題になるはずですですからそういった意味においてこの情報戦ですよねこのところについてはしっかりやっておく必要があるなということを強く感じてこれはね川田さんあのザファクトで何度もインタビューさせていただいてる元陸上自衛隊の最高幹部の方のお一人に今から2年前かな。正月に 台湾の国軍のですね参謀、はいええ、総長を乗ったヘリコプターが落ちたと、はいはい、でこれについて、はいえー、その元最高幹部の方は、はい、そのような人が乗る飛行機、はい、ヘリコプターが整備不良っていうのはありえないと、はい、ですのでやっぱり台湾の国軍の中には非常に中国と通じている人が多いので。はいはい そこから何かしらプランがフライトプランが漏れてた可能性があるみたいな指摘が出たんですよなるほどちょっとそれを思い浮かびますねそうですねあの中国の特に台湾の場合は国民党の出身の軍隊軍人の方多いのでその可能性は極めて高いですね私もよく続付けだという話よく聞きますそれかまた自衛隊もそうであったらばこれはもう有意識ことなのでそうでないと私は思っておりますけれどもただやはり情報漏洩は気をつけないというのが私今回の常に大きな 教訓の一つかところが、まあ、可能性としては私は事故の可能性が高いなあと思って、うんえー、おりますので、まあ、その理由をいくつか申し上げたいんですが、うん、一つはもし万が一中国が攻撃したとしたならばですね、えー、中国側の新しい手口というものを暴露してしまったことになりますので国民の間にあの自衛隊の情報は出さないとしてもですね、うん、自衛隊の中では何が起きたかというのはつむはずです。 とということは、中国軍にとってはですね、今後、同じことが取りにくくなるので、うん、中国側にとっては私はむしろ不利になると思います。ああのー、何かやってた場合、ですね、はい、むしろ自衛隊はそれを情報をつかみながらてもちろんオープンにしないとそれによって中国側の方が動きにくくなるということです。はいはいはい 同じここととでできなくななくるので手の内を見せてしまうことになりまうり、はいはい、すから私はあのヘリ一機を撃墜するということとそれで得られるメリットデメリットを比較したときに、うん、中国側にはそこまでメリットがないというふうに感じます。うん、特に乗っていたこの第8資産省である、うん、あの坂本陸将はですね、うん、3月30日に着任されたばかり、うん、えですので、うん、そんなにこの,この付近についての、うん、おいろいな計画をまだ持っていらっしゃらない段階だ,段階だったということを考えると。うん そこまで個人を狙う必要はなかったか、うん、ということも考えますので、うん、ですから私、総合的に考えると事故の可能性が高かったんじゃないかというふうに思うなるほど事故ですね。 その事故ってどんなことがあるんでしょの実は私も国事体にいたときにこの UH-60 というヘリはあの何回か同乗いたしましてそうですか。あの操縦自体はしてないんですが何度も乗りました。で非常にヘリだなと何度も思った記憶がありましてとても安定していてです乗りやすいんですよね。そう言われますね安定してるってね言われますね。あのなのであの事故の可能性あの故障の可能性は極めて低いだろうなということを感じておりますね。故障ではない。はい。 過去ですね。何度かこの同じ同型のヘリが墜落しているんですけど、<お>その原因を調べますと。パイロットの操縦ミスであることが多いんですよ、ねうん、で、報道なんかもよく出てきますのは、あの空間式失調って言って、まあ、バーティゴというふうに呼ぶんですけれど。うん、これはパイロットであればですね、避けられないものです。うん、つまり、上が下か操縦してて分からなくなるんですね。自分の、あの姿勢が、あの上にちゃんと向いているのか、うん、背面になっているのか、横向いているのか。 わからなくなることがあって、うんうん、それで海面に突っ込んでしまう。っていうことが、あの何回かこの uh 60でも起きています。あなるほどはい、はい、ただ、これはほとんどですね。水平線が見えない夜とか、うん、そういう悪天候の中で起きてきてですね。うん、当日はこれ昼間です。うん、なお、かつあの視界が割と良くて、水平線もはっきり見えていたろうと推定されますので、はいはい、この可能性は低いです。うん しかも機体が安定していますからあんまり壊れるようなものでもないエンジンも2つついてますからもし片方が止まったとしても飛びますし両方止まってもですね前編でお伝えしましたようにオートローテーションといって竹とんぼのように不時着することができますからこれ故障によって墜落したとは思いにくいんですよね人為的なミスでもないとなると残されたものは何かということで私が一番可能性があると思うのはバードストライクといいまして 鳥がぶつかるパターンです。うん、で、これはですね。あの小型のスズメみたいなものだったら全然何ともありません。うん、中型や大型の鳥だったらこれ可能性あります。で、うん、そ、う、の、ん、現役時代ですね。あの滑走路の点検で週に1回え、ゴミゴミとかなんか石が落ちてないかと見るんですけど、うん、あのこんなトンビがですね。うんうん、死んでる。<laughs> ありまして、うん、これはの多分民間の飛行機にぶつかっって死んじゃった鳥、うんえー、だと思いますねこれがもし万が一正面の,あのコックピットのガラスのところにぶつかってそのままあのパイロットのところにぶつかってきたもしくはそれで被害を受けてガラスの破片とかいろんなもので,です、ねはい、一時的に操縦困難になってしまったならば多分1 5 0メートルから2 0 0メートルと低いところ飛んでますので。 ほとんども姿勢を立て直すまがなかったのでないかなというふうに一番それが考えやすいと。民間旅客機でもあれですもんねバーゾススタイクやっぱりそれでエンジンが止まったとか緊急着陸したとかありますもんね。あります。はい。でこの恐れはあります。で私ですね宮古周辺にどんな鳥を飛んでるのかすべて調べたんです。そうしましたら150メートルか200メートルの時に飛んでるのはトンビ系のものがやはりいる。 大きいでですからね飛んこれは年中飛んでいるというのが、うん、あの分かりましたので、うん、可能性としてはこれが一番高いのではないかなということをまあ感じた次第ですねただしですね正確にはあのフライトレコーダーというものがこの飛行機の中にあるいは飛行機の中に積まれていますのでこれがですね発見されて解析したらもっと正しいことが分かるので、うん、あの現時点では推測でしかありません。うん、ただしでですね現時点でもあの 搭、まあ、乗員の方々が発見されていないと、うん、いうことを考えますと、はい、1一つの可能性としては、うん、まあシートベルトといいますか、まあ、セーフティーベルトをつけますね。はい、でその状態で脱出するいとまもなく、うんえー、落ちたのではないかということです、うんでえー。発見されたものの中にヘリコプターの,このローターってあの羽がありますね。うん、これがあのバキッと割れたような形のものが写真がありましたんで、うん、これは多分海面に激突した時にこう割れたんだろうなと推定されますから。うん、あの まあ、プロ,あのローターが外れたということもない、うん、そのままた落ちたでしょうし焼け焦げたあとでもないのでミサイルなどであの熱の反応が起きたわけでもない、うん、多分シートベルトをしたままそのまま沈んでおられる可能性が高く、うん、これ深いですから1 0 0 100から1 5 0ルあって、うん、これサンゴ礁がどういっぱいあるそうです地形、うん、がすごい複雑なので、うん、その影にこう隠れてたりすると、うん、なかなかこれ発見できない、うん、こういう状態になっているんじゃないかなということを一番まあ あの考えるわけですなるほど、はいあの。もう一点ですね、はい、あるんですけれども、はいえー、国民の間で疑念がちょっと上がっているのは、はい、にもかかわらず、はいえー、4月6日のこのレーダーから消えたその日のもう夜に早くも防衛省が航空事故だと断定したと、はい、あまりにも早すぎるんじゃないかと、はい、もう おおそれがですね、はい、逆に何か隠してるんじゃないかと、はい、まあこれは国民の疑念を呼んだ部分です,、えー、ですね。はい、こんなに早いもんなんでしょうか。あはいそうですねあのー、ね確かなる原因というのはだいたい二ヶ月三ヶ月かけて普通は航空事故の,、うん、あの原因を探求します、はいうん、でその以前にとにかくわからないけれども航空事故だというふうに出すことがほとんどですね、うん、つまりレーダーから消えたっていう場合に。 どっか違うところに不時着してたとかつまり事故でなかった場合でレーダーで消えることもありうるわけです。うんはい、でこの場合は明らかに墜落したという事実をもって航空事故と言っていてですねこれが攻撃されたのかされなかったかということは全く度外視して航空事故と言っているだけで、うん、この中に本当は攻撃というのもあるかもしれませんけれど、うん、それを含めて攻撃というのはやっぱりなかなかね、えー、防衛省としては言いにくいですので、うん、それを含めて航空事故だというふうに言っているんだというふうふに思います。どううでししょう防衛省としては、はい 仮に何か攻撃があったとしても、はい、おそらくそれをすぐそのまま国民に攻撃とは言わずに。はい、事故という可能性というのか、のそういうものもあり、ありますかね。あ、そうですね。まあ、それを含めて、えっと、こう、事故としか言わないだろうとう、うん。としか言わ、ない言われつけないというふうに思います。なるほど。あの、ただ、私一つだけですね。注意しなきゃいけないのはですね。はい、戦争の形態というものの中に、ただ単に火薬を使った熱い戦争だけではないんだっていうことですね。うん、で、近年特に注意すべきものと言われているのは。 認知戦というふうふに言これは認知戦というのはえ認知いわゆるこう心理的な要素が大きいんですけれども、ね、いろんなこうフェイクニュースですとかプロパガンダなどを通じてですね、うん、敵国の国民やあの軍隊の人たちに間違った情報を真実だと思い込ませるというのがこれ認知戦と言われていてですね、うんうん、つまり攻撃する側にとって有利な状態を心理的に作り出すこ,、うん、これが認知戦なんですけれども。うんうん 今回のことは認知戦かどうか分かりませんよ、うんあの。そうでない可能性も全くあるんですがこれがもし認知戦だったらというふうに考えたとすると、うんえー、我が国の政府や自衛隊が発表していることは信用ならないというふうに国民側に疑念を植え付けることによって、うん、もし本当に何か工作をやったときにもそれが分からなくするといったことの可能性はありうるというふうに思います。うんうん あのザファクトで今回の話題を提供したのもですね、えー、実はあもちろん「ザ・ファクトとして他のメディアがつかんでない事実をですね、はいはい、皆様に提供する、まあ、もちろんそういうことも考えてるんですけれども一番大きな点として今回の事件においてこれがあ攻撃されたことについてデマだとかそういうものに飛びついてはいけませんとこういうものがですねマスコミでは話が出てるわけですよ。 でもちろん愛に飛びつくのは良くないんですけれども安全保障問題に関してはあらゆる可能性を検討することは私は絶対必要だと思うしザ・ファクトは何よりもそういう姿勢を大事に「しようと思ってますえ特にザファクトで以前ですね、えー、お話したことがあるんですけれどもある北朝鮮に関するあの宗教的・霊的情報について韓国の情報部が私に接触してきて。 詳しく知りたいと聞きたいと言ってきたことはありましたどの国も韓国もアメリカもロシアもそして中国も安全保障につながる話に関しては全ての可能性を捨てずにみんな検証しますですから一部の日本の特にテレビラジオあるいは新聞などが言っているようにデマだと言って取り上げることすらしないのは私はやっぱり間違っていると、はい 安全保障である限りすべての可能性を検証する、はい、まあそういう姿勢を大事にしたいということはまあ今回のザファクトの、はい、お目的にもあって、はい、まあ今回はカータさんにお話を聞かせていただいたんです。はい、えっとこれも含めて最後になるんですけれども、こうあの実はザファクトも始まって10年になるんですけれども、はい、おそらく10年前の日本だと、はい、中国による攻撃でヘリコプターが撃墜された、はいはい、そんな疑念すら 国なでは出なかったんそれ考えると10年「ザ・ファクトもやってきて、まあ、非常にあの手前味噌ではありますけども、はい、ある意味で日本国民の中に健全な危機意識というのがやっぱりできているのかなと、はい、私はそういう意味の,の、まあ、前向きな捉え方もしてるんですけど、はい、これついて川さんいかがその通りですね、えー、この台湾有事もしくは、えー、沖縄方面に中国軍が侵略をかけてくるということの可能性は、はい もう日々日々高まってるんです。はい、そういう意味で、えー、国民の皆さんの中にですね、やっぱりこれは危険じゃないんじゃないかということをあの県全にですね、うん、やっぱりこう危機意識持っていくのは極めて大事なことだと思いますし、そういう意味であの自衛隊を応援し、あるいは一丸となって,てですね、これを跳ねのけていくという考え方を持つべきだというふうに思います。はい、の最近の調査でもですね、もし戦争になったら戦いますかということを国民に投げたときに、えー、日本のその人員は極めて低いです。うん、そういう中でやはり。 自分の国は自分で守っていくという精神を今こそやっぱり作っていかなければならないというふうに感じておりますはい、ありがとうございます、はいえー、ザ・ファクトは引き続きこれからも健全な会議精神というものを持ちながら特に安全保障問題に関しては皆様にお伝えしてまいりたいと思いますえー、これからも川田さんにいろいろとお願いしたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします,します今日はどうもありがとうございました